不思議な出会いの経験は皆さんにはありませんか？今回は、そんな不思議な出会いをしたという一致のスレを2つ紹介します。1本目、2012年1月、ゲーセンで出会った不思議なおっさんの話。俺、ニート、冴えない男。毎日の休みや自宅警備の秋に、ゲーセンに行って格ゲーをやるのが好きだった。そこで会った話を、ちょっと書かせてほしい。聞いてやろうぞ。その日は、もうメルブラは一家ってなって、アクアパッツ赤 LOV をやろうと思った。LOV ってのは、スクエニのアーケードのカードゲームで、ハマるとなかなか面白い。でも金がかさむからあまりやらないんだけど、その日はやろうって決めた。俺は筐体に座って、しばらくそのゲームのプレイに興じていた。珍しく勝ちが続いた。そんなに得意なゲームじゃないんだが。アッパ始めたいが、なかなか手出せないんだよな。すると、俺の隣の筐体におっさんが座った。LOV の人口的にも、ゲーセンではおっさんプレイヤーにしか出会うことはないから、きっとも驚かない。まあ別におかしいことはないよな、って思いつつ俺はゲームを続けていた。自分のゲームが一段落すると、俺は隣のおっさんの方を見てみた。ニット帽？っていうのかな、おっかぶかかぶってて顔はよく見えなかった。俺は、ハゲてんだなぁ、なんて思った。そして、こういうとこで趣味の合うおっさんとか身近でいたらいいだろうに、と半ば妄想していた。しかし、おっさんは負けると独り言を言い出した。ふざけんなよ。脳幹、脳幹。旗から見るとちょっと変な人なんだけど、俺はなんだかおっさんのことが気になりだした。どういう気持ちで俺がそうなったのかはわからないが、俺も最初は、周りに聞こえるくらい独り言とか、ちょっとな、って思って印象は最悪だった。けどなんか気になった。そうするとおっさんは、早々と LOV から引き上げてメルブラをやりに行ったので、俺は気になりついていって、彼女の試合を観戦してみることにした。おっさんのことを彼女と書き間違えてしまった一致に、すかさずスレミンからツッコミが入ります。彼女ってお前、おっさんなのに彼女ってホモかよ。おっさんなのかババアなのかはっきりしろ。おいそこはメルブラじゃなくて、アルカナだろう。実はこの話は、2チャンネルで有名になった、ゲーセンで出会った不思議な女の子の話、という書籍化された作品をネタ元にしています。それに気づいたスレミンが指摘します。病気の女と仲良くなる話のパクリだろ。タイトルとかもろだし、これだな。大変かよ。そうすると、おっさん、その時使ったキャラは白蓮。そしてなかなかに強い。中級者くらいはありそう。なんだろ、この辺知らない人はわかりづらいかもしれないけど、白蓮使いのおっさんとか、ロリコンだと思っちゃって引くんだよね。俺は驚いて、ほう、と思ってじっと対戦するおっさんを見つめていた。俺も見ていたせいか、数人の人だかりができて、おっさんがコンボを決めると、おっさんが、ブヒー、みたいな、しょぼい規制みたいのが上げるようになってた。なんだろ、その時のおっさんはすごく輝いて見えていたよ。でもおっさんはこの後予想外の行動を取るんだよね。ロリコンなら都の方が。さっき俺をボコボコにしたであろう、モサプレイヤーとおっさんが当たって、おっさんなら勝てるかもと思ったけど、負けちゃったんだよ。結構惜しかったんだけど、俺も、ああ残念、くらいに思って見てたんだけど、おっさんは顔を真っ赤にして明らかに暴れてるんだよね。声はゲーセンなのに丸着声。俺は唖然とした。ゲームに負け激怒するおっさん。おっさんは、ゲーム台の前から立ち去ってしまいます。一致はこのおっさんのことが気になり追いかけます。すると、店の端の割と静かな喫煙所っぽいところにおっさんはいました。目を真っ赤にしていた。というか、ニット帽かぶり直してたけど、顔がぶっさくで困った。多分一般的にはブサメン言われるタイプだと思うけど、俺はドキッとした。俺は喫煙者だし、タバコを吸うふりをして、おっさんに話しかけようと思った。さっきは、惜しかったですね。まさかそのおっさんがなんじゃ。ふてくされてるかと思ったが、そんなことはなかった。にっこりブサイクに笑うと、ああ、見てたんですか、恥ずかしいです。私はああいうとこだとつい必死になっちゃって。と笑いながら話してくれたのには驚いた。おそらく、ゲーセンにいるって段階で、初対面の会話の壁ってのが数段なくなってるんだと思う。お互いにゲーム好きだとわかってるし、ここで自然な会話が生まれたのはゲーセンだったからだと思う。ところどころ誤字があることと、何より元ネタを知っているスレミンからツッコミが続きます。ぶっさくって何すか？元ネタは良い話だったな。ただのうざいおっさんじゃねえか。そうすると彼女は面白そうに。タバコ一本くれません。と言ってきた。吸うんですか？吸わないけど、なんか見てたら、なんか。この時点でうすうす分かってたんだけど、おっさんはニートか童貞かハゲのいずれかだったわら。おそらく、最初は原作に沿ったパロディにする予定だったのだろう一致。しかし、だんだん文面が雑になっていきます。もうやけくそだな。濃厚なコモスレの予感。しかし俺はといえば、高校卒業後即ニート、青春なし、家から外に出るのはジャンプを買う時だけ。という生活を送っていたため、おっさんと話すこと自体稀も稀で、舞い上がってた。じゃ、すいます、キャスターってんですけどちょっと甘いかもです。ありがとうございます。すー、ごほ、げほ、何これくし？案の定涙目になっていた。よろしくないことではあるが、俺はもうその時、なんなんだこの人、すごく面白い色名って気持ちに取り憑かれていた。タバコが初めてってことはそんなに悪い感じのおっさんではない。まあ見た目からしてそうではあったが、
あと、なんか知らないけどやたらと切れる。そこで数分格ゲー談義をしていたんだけど、すごく切れるんだ。おっさんってこんなに切れるの？というか切れたおっさんってすごい。そもそもこんな誰とも話せたことのない格ゲーの話を、今ここで、初対面のおっさんとしているということが一番信じられなかった。なんで絶賛されてるかわからんクオリティだけどな。なんだかすごい打ち解けてしまって、あの喫煙所で一体何分話したろう。そうなってくると、男としては、早く帰りたい、という欲望が出てきしまう。20、30分話した時くらいだったか。趣味の話になってて俺が言ったんだよ。ちょっとね、同人誌が好きで、ゲーセンにいたおっさんだし、こういうことにもちょっとは興味を示してくれるんじゃないか。なんて淡い思いもあったわけだが。同人誌？笑顔いっぱいだったおっさんが急に、すごく暗い顔になった。ま、その話はいいよ。それじゃ、また、ゲーセンで会えたらいいね。予想外だった。普通に別れるどころか、ほぼ喧嘩別れクラスの雰囲気の悪さで別れてしまった。話を盛り上げるつもりで同人誌の話を振った一致でしたが、結果は期待に反して二人の雰囲気を悪くする結果になってしまいました。その後一致は何が悪かったのかを自問自答する日々を過ごします。それから数日経って、俺は再びゲーセンを訪れた。おっさんはまたいた。その日は LOV をやっていた。その日はなぜか野球帽。でもそれもハゲ隠しなのがバレバレだった。相変わらず不思議な人だなぁ、と思いつつ、俺もおもむろに近くで LOV をプレイし始めた。この時、様々な疑問が浮かぶ。今日は平日だぞ。俺はニートだからいいが、おっさんは何なんだ？ニート？自宅警備員？30歳くらいに見えるけど、というか名前も知らないし、悶々としてゲームに集中できない。LOV のおっさんの称号レベルをチラ見する。やはり、俺よりやり込んでいる。そして勝率も高い。明らかに俺より上級プレイヤー。そして勝つと、こいつ弱いわら、と声を上げる。相変わらずの鬼人っぷりを発揮していらっしゃる。ゲームが終わったところで、俺は肩を叩いて、どうも、と会釈する。あ、来てたんだね。ジュース買おうぜ。などと言い出す。もはやキャラがわからない。慣れ慣れしいし、本当にその時は変な人なんだ。なんなんだこの人。ますます気になる。変なおじさんだなぁと思いながらも、一致はおじさんのことが気になって仕方ありません。おじさんも、一致のことを気に入っているようで気さくに話をしてくれます。しかし、この後物語は急展開を迎えます。それから2日後、おっさんは俺と両親に見守られながらこの世を去った。去年35歳。最後は安らかに、眠りに落ちるようだった。俺はしばらく式やその他のおっさんに関わることの整理で、忙しくなり、気が張った。目の前で進行していく数々の出来事が、俺の脳をただただ通過していくだけだった。途中から面倒くさくなったのか、一致は物語を強制的に終わらせる方向に舵を切りました。この急展開はさすがのスレミンも予想していなかったようです。なんという急展開。笑った。もう死んでるわらわら。彼女はおっさんに帰還してください。逆帰還プレイかよ。あったか。はやわらわら。あったろ。元ネタも貼っとけ。強制的に終わらせた物語のまとめに一致が入ります。気づいていた人は大勢いると思うけど、俺とおっさんは、最初から最後まで、好き、という言葉を互いに、口にすることがなかった。なぜなのか俺にも未だに不思議なんだけど、そんなこと口にしなくても、お互いが大切に思ってるって分かってたし、一緒にいて共に過ごしてること自体が、そういうことなんだから、口にしなかったんだと思う。言おうと思ったこともなかった。誰かが磁石が引き合うみたいって言ってくれたけど、それがすごくしっくりきた。わかるわかるスタンド使いみたいな感じだろ。わかるわかるテイガーみたいな感じだろ。運命の人だったんだな。元ネタを知っているスレミンたちが一気にた向けの言葉を送ります。こんなとこで書いてないで出版社に送れよ。ミリオン間違いなしだな。花言葉は永遠の愛だろ。映画化決定。急展開で締めくくられたスレでしたが、スレミンたちは満足いているようです。続いての不思議な出会いはこちらのスレです。2013年10月、小学生の時に不思議なおっさんと河原で会った。だったら書く。それ俺だよ。だったか。見てる人少ないだろうけど書いてくわ。俺は小学生の頃、家が河原の近くだった。そんなこともあり、友達と遊ぶ時や一人でも、川で遊ぶことが多かった。いつものように一人で河原に行くと、見たことのない獣道を見つけた。興味本位でその道を進んでいったんだ。あれは暑い夏の日だったな。よく覚えてるよ。俺の母校が初出場の甲子園で2対0で負けてた日だったから。そんで何かムカムカした気持ちを抑えようと、河原を歩いてたら、右手に眼帯を巻いた、小学3年生くらいの男の子がとぼとぼ歩いてたんだ。たださ、その眼帯ってのがえらく黄ばんでて最近のものじゃないんだよ。しかも異様だったのが、なんていうか、スーツだったんだよ。ほら写真館で家族写真を撮るときに着るような。自分も駅でいきなりおっさんに、君、〇〇の〇〇に似てるな、全然知らない足の名前。って言われて絡まれたな。今思えばそんなに危険人物でもなかったかなと。人が立ち上げたスレで勝手に自分語りを始めるスレミン。そんなスレミンを横目に、一致は物語を書き進めていきます。背が高い草に覆われていて、当時の俺からしてみれば草のトンネルをくぐってるみたいでワクワクした。
20メートルくらい進むと急に開けた場所に出たんだ。大きさは結構広くてちょっとしたグランドくらいの開けた場所。こんな場所あったかなと俺は疑問だった。それでそこには何十台もの車のスクラップが捨てられていた。車はどれもボロボロでガラスが割れていたり、錆びついていた。俺は車の排気場かなと思い、面白いものがないか探索してたんだ。10分くらい探索したけど車のスクラップ以外目ぼしいものは特になし。飽きたしそろそろ帰ろうかなと思ったら、草むらから一人のおっさんが現れた。小学生の俺でも一目でホームレスだなって思った。服はボロボロだったし、当時の河原にはよくいたからね。ただ不思議と嫌悪感とか怖いとかいう感情は芽生えなかった。おっさんの方はとても驚いたように俺のことを見つめていた。俺はなんか気まずくてその場から離れようとしたんだけど、おっさんに呼び止められた。このおっさんとの出会いで一致忘れたいにもある不思議な体験をすることになります。何年前だよ？15年以上前だったはず。ホームレス爆誕。こんなとこで、何やってるんだ？俺は、冒険してた、とだけ言った。おっさんは少し呆れたように。そうか。ならまだちょっと明るいから少し遊ぼうか。と誘ってきた。さすがに知らない大人と二人きりは躊躇したけど、おっさんは良い人そうだったし、家の近所で裏道も知ってるから簡単に逃げられると思っておっさんについていくことにした。おっさんは、少し上機嫌で、植物のことをいろいろ説明してくれた。しかし、説明を聞いても俺にはよくわからない。そこでおっさんは、茎の細長い植物を売って俺に渡した。それ、噛んでみろ。うまいから。正直そこら辺に生えてる草とか嫌だなと思ったけど、とりあえず噛んでみることにした。噛んでみると紫色の液体が出てきた。そして甘くて酸っぱい。ぶどうジュースに似ていた気がするけど、もっと甘かったな。思ったより美味しくてかなりびっくりした。そんな俺の反応におっさんは満足げだった。そのおっさん多分ダーウィンだと思う。スレナイはおっさんのことや、その時の状況について様々な質問が寄せられます。すまん。質問とかあったら書き終わってから答える。俺はその不思議な植物ジュースをきっかけに、おっさんへの警戒心はなくなった。その後はおっさんの話をいっぱい聞いた。植物のこと、虫のこと、天気のこと。どれもむちゃくちゃ詳しく話してくれたせいで、当時の俺にはチンプンカンプンだったが、課外授業みたいで楽しかった記憶がある。けど話の内容は自然に関することばかりで、おっさん自身のことは何も話さなかった。今のところ自然に詳しいただのおっさんという印象ですが、ここから不思議エピソードが語られます。印象的だったのが、おっさんと歩いてる途中で紙切りみたいな虫の死骸があった。10センチくらいはあるんじゃないってくらい大きかった。そしたら、おっさんがそれを拾って、返してやらないとな。と言って両手で包んだ。一瞬祈ったような姿勢になったけど、すぐそのまま歩き出した。おっさんが持ってた虫の死骸は、いつの間にやら消えていた。当時の俺はこのおっさんマジックもできるのか、すげえくらいにしか思わなかった。体感的には2時間くらいかな。おっさんと河原をプラプラしてた。おっさんは、さらに意味深なことを一気に伝えます。そろそろ日も暮れてきたので帰ろうかなって思ったら、おっさんが草のトンネルの入り口のところに立ってた。帰り際におっさんに聞いた。また明日もここにいる？今度は友達も連れてくる。おっさんは少し困ったように笑って。多分、無理じゃないかな。早く帰りなさい。と見送ってくれた。俺は、まあここに遊びに来ればきっと会えるだろうと思って、そのまま草のトンネルを抜けた。トンネルを抜けるといつもの道が近くにあり、その日はそのまま帰った。数日後、一致はまたあの河原に向かいます。しかしどこを探しても草のトンネルが見つかりません。スクラップ広場を見つけようと近くの高台に登りますが、それも見つからず、その日は諦めて帰宅します。その日の夜だったと思う。母親に車のスクラップ広場の場所を聞いたんだ。けど母親はそんな場所見たこともないし、聞いたこともないという。長年そこに住んでるじいちゃんに聞いても返事は同じ。試しによく河原に遊びに行く友達にも聞いたが、誰も知っている人はいなかった。その後いろいろ調べたりしたんだけど、そこに廃車置き場があった事実も見つからなかった。そもそも地図を見たら、そんなに広い場所があるほどの川幅はあるわけがないんだよね。ブドウジュースみたいな液体を出す植物も生物の先生に聞いたが、わからないと言われた。結局俺はその場所にもう一度行けることはできなかった。これで話は終わり。特にオチもないし、見てる人も少ないと思うが質問あれば答えるよ。ちなみになんで急にこの話思い出したっていうと、昨日の夢にその場所が出てきたんだよね。おっさんも一緒に。一致の不思議な話も終わり、スレミンは質問を投げかけます。車のスクラップってめぼしいの？車のスクラップは当時の俺には新鮮で面白かったよ。ただ汚くてすぐ飽きたが、特定怖いから詳しくは言えないけど関東とだけ。自然、草。ボイニッチ趣向のおっさんじゃないか？ボイニッチ趣向とは、ボイニッチという人が発見した、植物などのイラストの載っている未解読の本のことです。ボイニッチの絵見たことあるけど、確かに河原には見たことない植物がいっぱいあった。ただ当時の俺は植物に全く興味がなく、おっさんの話も全く聞いてなかったからな。もったいないことした。詳しくは知らないんだけど、ボイニッチ思考っておっさん出てくるの？ボイニッチの画像にその汁の出る草みたいなの、なかった？似たようなのはあるけど、これだと断言できるのはないな。
無知なので植物の違いもよくわからないし、細長い茎があって稲みたいな感じだったかな。割と高さはあったよ。俺もそうだったけど、夢と現実が区別がつかない時があった。子供の頃だから君もそうだと思うよ。確かに現実だったと思うけどな。母親に確認したけど、俺がその広場について聞いたことは覚えてたし。そのおっさんって白人に似てなかった？今おっさんに会ったら色々聞けるのにな。おっさんは普通の日本人だったよ。見た目はまんまホームレスって感じだけど、汚らしいとか臭いとかはなかった。日本人。時空のおっさんは日本人らしいけど、ボイニッチの人は白人みたいな人が多いらしいからどうなんだろう。ボイニッチって、白人国家からで発見されたんだっけ？俺が会ったのは、その日本版みたいなものだったんかね。川って玉川くらい大きな川の河川敷？対岸まで橋がかかってるんだけど、端から端まで100メートルくらいかな。その真ん中あたりに本流と支流の川が流れてる感じ。なんか不思議な話だな。車のスクラップの感じとかは、かなり鮮明に覚えてるんだよね。肝心のおっさんの顔は忘れてしまったけどわらわら。中山浩太思い出した。あいつのもお前のも明晰夢だよ。中山浩太ググったら芸人みたいだけど、こういう話したの？似た部類の話ってだけだけどね。友達に吉田くん、とやらが幼稚園の頃いて、笑った勢いで両目玉が飛び出したけど、すぐ戻して調べっくれられた。次の日になってみたら、誰に話しても初めから存在しない人間になってたって話。ちなみにうっすら糖質持ち。吉田くんは、それが原因で死んだんじゃないかな。仲が良かった中山浩太がショックを受けないよう、みんなで口裏を合わせて、初めからいなかったことにしてくれていたとか。アウトデラックスでそれに近いこと言ってたような。女に振られたの引き金に発症した感じで、この話聞いて吉田くんと繋がった感じがした。潜在的な糖質は結構いるからね。夢の内容は？夢は俺が小学生の頃に戻って、もう一度おっさんがいた場所に行った話。季節は冬だったかな。寂しい感じがした。スクラップの配置とか道も全て記憶通りだったけど、おっさんはだいぶ老けてた。それで前と同じように河原を探索したんだけど、今の君には毒だからって言われて何の植物も食べさせてくれなかった。おっさんが茂みの中に入っていったから追いかけたら夢が覚めた。子供にとってはジュース。大人にとっては毒。天才？お好きにどうぞ。質問はこれくらいかな？丘板に立てた方が良かったかもね。久々に思い出したから何かわかるかなとすれ立てたんだけど、ボイニッチ面白そうだから調べてみよう。面白かったよ、オツ。おじさんの正体はわかりませんでしたが、不思議な出会いにワクワクさせられたスレでした。ゆっくりおのチャンネルでは、他にもワクワクするような面白いスレをまとめています。よかったらご覧になってください。